デーブ・マシューズは、南アフリカ共和国生まれのアメリカ人ミュージシャン。ロックバンド、デーブ・マシューズバンドのリードボーカル、ソングライター。デーブ・マシューズこと本名、デビット・ジョン・マシューズは、南アフリカ共和国のヨハネスブルグで4人兄弟の3番目の子として生まれた。2歳の時、マシューズ以下は、父親の仕事の関係で、アメリカ合衆国ニューヨーク州のヨークタウンへ引っ越した。 1974年、一家はイギリスのケンブリッジに移った後で、1年後にニューヨークへ戻り、1977年にマシューズの父が肺癌で没死した。この父の死がマシューズのその日を詰めな歌詞に影響をもたらしたと、電気作者のネビン・マーテルが主張している。ニューヨークに住んでいる時、マシューズは母に連れられて初めて、ピート・シーガーのコンサートを見た。 そして一家は1977年にヨハネスブルグへ再度戻った。マシューズが高校を卒業した頃は南アフリカでは市民的不服従が巻き起こっていてその頃にマシューズは南アフリカ軍からの徴兵を受けたが平和主義的なクエーカーであるマシューズは徴兵を避けるために南アフリカを出た。1986年に ニューヨークに移り、IBM で短期間働いた後、マシューズ一家が、デイブが生まれる前にかつて暮らしていたバージニア州、シャーロッツビルで、母と共に暮らした。そして、マシューズは、シャーロッツビルのローカルの音楽コミュニティの一員になった。ローカルスターのティム・レイノルズに時々ステージへ呼ばれて、演奏に加わったり、他の友人であるロス・ホフマンからレコードを録音するよう、説得された。 初めてのプロしてのギグは、シャーロッツビルのモダンダンス大会で行い、トランペット奏者のジョン・ダースラが作曲した、ミーニング・フル・ラブを歌った。1991年に、マッシューズは、自分のバンドを結成することを思いついた。マッシューズは、リロイ・ムーアー、カーター・ビューフォード、ステファン・レザード、ピーター・グラソー、ボイド・ティンズ・レイと、デーブ・マッシューズ・バンドを結成した。このバンドが行った。 最初のショーは、1991年3月14日に、シャーロッツビルのナイトクラブで行われた、中東の子供たちのためのチャリッティショーだった。1994年、南アフリカに住んでいた、マシューズの姉が夫に殺害される事件が起こった。この事件は、マシューズの生命に対する考え方に影響を及ぼし、シュゴンなどの彼の一部の曲でそれを確認できる。 1994年1月29日、マッシューズは、ティム・レイノルズと、ニューヨークで姉との思い出をテーマに演奏をした。翌年に発表されたデイブ・マッシューズバンドのアルバム、Under the Table and Dreaming は、姉に捧げられている。姉の意地二人は、アメリカへ旅立ち、デイブとその妹が、しつけなどの面倒を責任を持ってみた。 デイブ・マシューズとティム・レイノルズ・マシューズは、デイブ・マシューズ・バンドの仕事に1990年から2003年まで、専念していた。2003年、ブルーマングループのアルバム、ザ・コンプレックスにて、シング・ア・ロングという曲でマシューズはバンドから離れて、ソロで歌った。その年の後半、ソロアルバム、サム・デビルを発表し、ゴールドディスクを獲得し、シングル、 グレーブディガーは2004年のグラミー賞を獲得した。アルバムをサポートするため、マッシューズはサムデビルの録音に参加したミュージシャンたちと、デイブ・マッシューズフレンズ名義でツアーを行った。マッシューズは、ベラ・フレックフレックトーンズの1998年のアルバム、レフト・オブ・クールにゲスト参加し、その返礼で、ベラ・フレックフレックトーンズのベーシストのビクター・ウッテンが、 デーブ・マシューズバンドのライブやスタジオ録音に多く参加している。マシューズは、エミル・ハリスの2000年のアルバム、レッドダート・ガールの楽曲、マイ・アントニアデ・ハリスとデュエットしている。マシューズは、アマチュア俳優として、1990年代前半に、シャーロッツ・ビルのいくつかの演劇に出演している。2003年に、自動小説、ウェアザレット・フェルング・ローズで、ウィル・コールマンを演じると、 2005年には映画、聞いてほしいの、あたしのことウィンディキシーのいた夏にペットショップで働く、ギター弾きを演じ、2007年には映画、チャックとラリーおかしな偽装結婚で、同性愛者のセールスマンを演じた。2008年には、アダム・サンドラーの映画、エージェント造反で、ジェームズという名の人種差別主義者を演じた。さらにシシースペイセック主演の映画、レイクシティで、 重要な役割を演じた。2011年には、ジョバンニ・リビッシュとジェイソン・リーと共演した、ザ・ザ・サイド、デブラ・ウィンガーとテレンス・ハワード主演の、イン・ザ・ウッズ、アダム・サンドラーのコメディ、嘘つきは結婚の始まりと、3本の映画に出演した。2000年アメリカ合衆国大統領選挙の前に、インターネットビデオを発表し、どんな候補に対しても主張せず投票するように、訴えた。 候補者の中では、ラルフ・ネーダーについてのみ名前を出した。マシューズの音楽は、政治などの社会問題をしばしば語るが、2004年まで、大統領候補のためのキャンペーンは差し控えた。その後、民主党の候補者、ジョン・ケリーに対して支持するよう強く訴えた。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、バラク・オバマを支持した。2008年4月6日、マシューズは、 ティム・レーノルズとインディアナ大学でオバマに投票を促すためのコンサートを開催した。デーブ・マシューズ以下はソロのディスコグラフィのみ。ありがとうございます。